どうも、おやっとさーです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。今回は麺屋油屋さんにお邪魔してます。素材に、そして油にとことんこだわった牛骨ラーメン、わっぜうまい一杯でした。最後までお楽しみください。鹿児島市電笹抜電停から徒歩10分くらいのところにあります鹿児島市薄木麺屋油屋さんにお邪魔してます。こちらが麺屋油屋さんのメニューになります。すごいお得なランチセットもめちゃめちゃ気になるところですが、今回はこの中からお店おすすめの牛骨白湯チャーシュー麺とトッピングはとろ玉、さらに後で追い飯をオーダーします。ちなみにこちらがお店のインスタと LINE になります。友達登録フォローをすればお得な情報を得られるかもしれません。しばらく待っていると着丼です。着丼で香る動物系の甘い香り、いただきます。ということでまずはスープから。いや、このスープめちゃめちゃうまい。とろりとした滑らかな上質な舌触り、背脂の旨味と動物系の出汁のバランスがとてもよく、濃厚でコクがあり深みのあるうまさ。スープのベースは牛骨に国産黒豚の A 種を配合、自家製ラー油をトッピングされたスープは今まで食べたことないようなうまいスープ。一度スープをすするとレンゲの手が止まらなくなるぐらいうまいスープです。そんなスープからリフトアップして出てきた麺は自家製全粒粉入り中細ストレート麺です。吸っちゃいます。いや、この麺めちゃめちゃうまい。しっかりとしたコシに、噛めば全粒粉のいい香りとともにもっちりする食感、つるもち食感で全粒粉の香りがとてもいい麺はスープとの相性がよく、しっかりスープを持ち上げ口まで運んでくれます。スープと一体となった全粒粉の麺は口の中で上質な味わいのスープとともに、口の中でうまさがしっかり広がってくるのがわかります。てなわけで再度このスープをすすっていき、麺屋油屋さんの牛骨白湯スープ、本当に上質で美味しいよねっていうことを再確認した後は、はい、こちらのレアチャーシューいっちゃいます。いや、これがまたうまい。肉厚十分のレアチャーシュー、しっかりとした味付けで高級生ハムのようなうまさ、噛めばしっかりお肉の歯ごたえをさせつつも柔らかくジューシーで肉本来のうまみが口の中に広がります。そんなうまいレアチャーシューを贅沢に麺を包んで食べれば、レアチャーシューのうまみと全粒粉の麺のうまみ、持ち上げるスープのうまみが三位一体になってめちゃめちゃうまい。そして次にこちらのメンマ、乾燥メンマから丁寧に作られる手作りメンマはコリコリして単品でもいけるやつ。てなわけで麺も中盤から終盤にかけて没入しながら一心不乱に麺をすすっていけば、麺を食べきってしまいましたので追い飯を注文しました。追い飯をスープの中に入れ込むと、丼の底にはたくあん、しいたけ、ネギがトッピング。スープにご飯をなじましたなら追い飯いただきます。いや、これすごい美味しい。店主の松崎さん曰く奄美の鶏飯をイメージしているそうです。
スープとご飯との相性はめちゃめちゃよく、ズルズルとズルズルとご飯が進んでいきます。さあ次はこのタイミングでとろ玉、一口パクリといただけばこれがうまい。半熟具合はちょうどよく、カネオ醤油やお酒なので味付け若干濃いめの味付けですが、これがまたうまい。そして次にレアチャーシューとご飯を一緒に食べちゃいましょう。いや、この食べ方も最高に美味しい。レアチャーシューと追い飯の相性は抜群。レアチャーシューの肉感を感じながらうまい追い飯。というわけで最後の最後まで夢中に追い飯を食べていっちゃいます。そんな麺屋あぶれ屋さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。本日も会員完食です。とことん素材や油にこだわりを持った麺や油屋さん、松崎オーナーに油屋にとっての油はとはと質問したら、油が旨味のバランスを取る決め手でなくてはならないものだとおっしゃってました。わっぜうまかったです。ごちそうさまでした。